やあ、せつのけいすけだよ。恨みか、つくの日、相変わらずこの感じを調べてない。次から、前回のパートでね。あ、ここ。セーブ、いつもよりかされとったことを気づいてね。ここは見たな、前回のパート。こっから始めますって状態だ。ああ、また向きまね。もう、お前、もう一回見た、二回目見たけどさ、それでもちょっとビビるね。絶対女の子っぽい見た目じゃないよな。教室内の探索。いきなりドアがあるけど、もう出てくるけど。何か持ってたっけ？ああ、メニュー開けるんだよ。所持品ギブアップ。ギブアップとかあんのこれ。シフトギブアップとかあるのこれ。シフトギブアップ。ああ、タイトルも画面に戻るやつをギブアップって言うだけか。3時とかあるんだよ、これ。なんなんこれ。クトゥルクなんじゃ。TRPG のシステムなんじゃ、これ。え、幽霊に出くわしたら3時チェックですみたいな感じでサイコロ振るんかな、誰かが。誰かが。スマホ。うさぎ、うさぎ。嘘！電源が入らない。やっぱりだよ。どうしよう。これだから3年も使ってるスマホは、そろそろ機種変した方がいいよ。お守り。新食堂ゼロとかある。てか、お守りなんで4つも持っとんこれ。いらんなら1つでいいでしょう。ご恩。お母さんが買ってくれたお守り。お金がなくて塾に行けないから、買ってくれた。お母さん。塾に行けないからって4つも買うかね。一つで十分です。どんだけ受験、神頼みなんだ。戦闘中にお守りを使うと、怨霊を追い払うことができます。完全に怨霊が出てきますっていうことを言ってくれとるようなもんなんじゃ、これ。恐ろしい。机があるね。あ、机調べるんじゃ、これ。机の中に何か入っている。わーお！なんかメッセージがありますね。村岡式声。塾のチャイムが鳴ったら教室に入れ。音量は、音量でいいかなこれ、よう考えた。音量でいいや。音量は教室には入れないようだ。入れんのじゃ。音量、ああいう青いやつらやな。平田隆。な、何これ。ねえ、ワクワクさん、これゴミ？地獄のチャイムって？地獄のチャイム。さっき聞こえた不気味なチャイムのこと？地獄のチャイム。なんか地獄のチャイムちょっとツボなんやけど。この書き置きの音量って、学校で私を襲ったあれだよね。まさか、ここにもいるの？おったやん。さっきおったやん。この教室は調べ尽くしちゃったかな。他の教室でも行ってみよう。いや、ちょっと。まだ机、二つあるんすけど。あ、ここなんもない。じゃあこっち。ほら、あるやないか。騙そうとしとんねん。調べ尽くしちゃったかなって。見落としがちなんや、君は。君は見落としがちなタイプの人間なんやな。これ、地図や。てか、この部屋かな。これってもしかして。これって、地図？何枚もある。え？スニコの学校。青樹海学校？これって、どういうこと？地図！多分、これ、シフトで、やっぱりシフトやな。シフトを押すと、現在地で向いている方向を確認できる。なるほど。あ、このライトの光ってる方向に向いてますよってことか。この机も向いとうもんね、これ。三つあるうちのさ、一つだけポツンとある机に向いとう感じやもんね、こう。つまりこの出っ張りの方向、なんだこの出っ張り。なんだこれ。なんだこのピンボールとかでさ、弾が弾き出される最終地点みたいなところ。ディーポーンみたいな感じ。なんだこれ。ちょっと設計おかしいじゃないですか、ここの学校設計した人。あ、こっちは開かんのじゃ。こっちは開くよね、多分。やっぱり。
チャイムが鳴ったら教室に入ればいいんだよね。地獄のチャイム地獄のチャイム、通称地獄のチャイム。大丈夫、何も怖くない。いや普通怖いとこだろこんなん。ここって本当に青樹街、樹街、樹海かな、どっちかわからんけど、中学校なの、どうでもいいやもしかして旧校舎。でも何十年も前に取り壊されたはずなのに。ゲイティビフォーアフター。わっ、この赤の矢印がすっごい怖いな。だって前のパートやって赤い矢印右に出てさ、右向いてるあいつおったもんな。はい、おっしゃ、おらんかったな、おらん。はい、よし、おらん。あー、おったー、一歩進んだらおるやーん。ひー、な、なにこの声。いや、それよりもさ、今映った青いやつが気になるんですけど。音以前にさ、視覚の情報気になるんですけどね。な、何かが来る？来とったよ。今、おったよ。あ？これ、一旦教室に戻った方がいいパターン、これ。一旦教室？一旦教室。いやー！教室帰ろうとしたらそっちが来るんすか？あーうー。振り払えた。早く逃げよう。レンダーゲーだった。逃げた。そしてセーブした。けど多分、逃げてばっかりじゃ進まない。だから進む、こっちに進んでいきます。おー、また来たんに、いちいち出るん、これ。これこう通るたびにいちいち出るん、今の。今の別にいいやろ、もう。この女の子やってさ、2回目やったけん、全然怖がってなかった。1回ものそんなに、見た感じはあんま気にしてなかったみたいよ。逃げろ、逃げろ。逃げろ。この先に教室あることを信じて逃げろー。あった。よかった。第二の教室だよ。悪霊が出たら教室に煮込めばいいよね。大丈夫、全然怖くない。多分この子に対しては関してはさ、受験不合格の方がよっぽど怖いんだろう。だからこういう普通は怖いと思うことが怖くないんだ。机が6つあるけん、このどれかに何かありそうなもんかなと思われますが、どうだろう。できればさ、あの悪霊退治するためのお札とか欲しいんやけど、ないかな。お札、お札50枚ぐらいないかな。お札、起きた。お札、お札、お札、お札じゃない、手紙だ。村岡式聞こえ、あの悪霊はなぜか教室へ入ってこれないようだ。さっきの紙で聞いたわ。わざわざ2枚目に書かねもええわ。俺は教室から教室で移動しながら出口を探そうと思う。もし生きていたらどこかの教室で待っていてくれ。必ず助けに行く。平田隆、北本隆。この人、村岡式子って人を探しているのね。どこかにいるのかな。あ、明るい机は調べれるって言ったけどさ、これが暗いでこっちが明るいみたいな感じなんじゃ。なるほどね。暗いやつは調べても意味ないってことね。了解しました。で、こっちがまだ行ってない方なんで、こっちってことだな。セーブ、セーブ。これ毎回セーブね。毎回一旦出て、入り直してセーブね。それをちょっと徹底づけた方がいいと思えるんで、どんどん進もう。いつ出てくるかわからんけんな。出てきたら連打という。これ Z キー連打する、あれ？それ、たびたび出てくるけどさ、なんなの？定期的に巡回してるの、こういうのが。あ、もしかしてこれ、近くに狙われてるよ、みたいな感じじゃん。そういうことか。そういうことか。今わかった。今わかったわ。今の青いやつが出てきたら、近くにいるよ、みたいな。第六感が囁いとるんじゃ。第六感が。この女の子の第六感が。主人公の女の子の第六感が囁いとんじゃ。そういうシステムなんじゃ。すごいな、この女の子。ミクラサシちゃん。サチじゃなくて、サッチだろ、それ。大丈夫、あの音量は振り切れる。もうポジティブシンキングやな。多分受験のストレスでさ、それ以外が、もう何、ネガティブに感じんようになってしまったんやな。すごいわ、受験。捕まっても振りほどけば大丈夫、怖くないよ。3時どうなっとんだろう。3時全然下がってない。すげえ、3時チェック何度も入ったと思うのに、サイコロ、全然3時減ってない。強いな、この女の子。
もう受験生って怖いな、これ。これ考えたら。もう受験生何でもできるんじゃないの。すごいわ。おお、これ中になんかありそうなロッカーありますぜ。掃除道具だけじゃないだろ、絶対これ。中にあるん。とりあえずこれ。お、新聞？昭和、し、漢字間違えてますけど、変換予測変換で数字やろうと思ったら、こっちの漢字になってしまったパターンですから、4月4日やって。うん。どんだけ塩を押してくるんだ、これ。さらば、青学中。美しい木造校舎。あ、旧校舎壊されたってやつやな、これ。昭和、四年にって、死って漢字を押して押してしてんじゃないか。まあ、建てられたやつが何年にもわたって頻繁に廊下水浸しになっとるとか、いたずらでかよ。いたずらで水浸しになったんじゃ。で、木造は腐食しやすくなって、ぬかゆなど、まあ、怪我しやすい状況が続いておったから、改築されて外観が変わった。で、それでも美しい木造校舎をおしなまりながら姿を消したと。ここって本当に、なんとか中学校なの？青学なの？取り壊されたはずなのに、どうして？これ過去に飛んどんかな、主人公が。そういうパターンあるよね、ワンちゃん。開かない？開いて欲しくもないけど、俺は。正直は開いて欲しくもないけど。なんか出てくるんじゃないだろうな。ガバーって言うて出てくるんじゃないだろうな。ゾンビ、ミイラみたいな感じが出てきてるんじゃないだろうな。あーし。これ、さっきのやつ。机をもう調べるもんはなしで、こっちかな？確かこっちは行ってなかったと思う。ちゃんと、毎回セーブ。毎回セーブですよ。ちゃんとセーブしとけな。ちょっと、死んだらやばいですかね。この子、産地がどんどん、全然減らないからってさ、油断を大敵。うわあ、絶対これなんか来るやん。いきなり、こんなまっすぐの廊下走らせるとか、なんかあるパターンやん。なんもない。なんもないわ。絶対ここ曲がったらなんかある。来たー、予想しとったけど来たー、どっから来る、逃げ込んじゃったわ。来る前に逃げ込んじゃったわ。ごめんな、なんか。ちょっとハラハラしとった。ハラハラしとったのにさ、案外教室に行く方が早かった。この女の子、勉強だけでなくて運動もできるタイプなんかな。多分陸上部とかに入ってたら、もう将来性を秘めとんだろうな。ここって、初めに来た教室。戻ってきてしまったん？この世の探索、水の泡。誰かの声が聞こえる。声の主を探さんでもいいやろ、脱出するの方が先でしょう。最初のやつってことは、やっぱり、机の中は変わってないよね。一応全部調べといた方がいいかもしれんけど。ないな。オッケー。あの凹みが気になるんじゃ。凹みなんかおったりせんだろうな。おるわー。なんで顔だけなんやー。ちょっと、壁に埋め込まれとるとか、そういう虐待じゃないだろうな。いじめどころの話じゃないぞ、お前。なにこれ？顔？待ってはこっちじゃ。なに動くんかいな、喋るんかいな。ひぃ！あなたは、この学校に引きずり込まれたの？あなたは壁に引きずり込まれてるような感じがしますけどね。私は、村岡四季子。あ、四季子さん。青中に通っていた生徒です。お、同じ学校の生徒なの？そうです。ただし、昭和44年、木造校舎があった頃の生徒です。昔の生徒なんじゃ。やっぱり過去にトントンかな。あなたも見たでしょ？あの悪霊は、私のセーラー服を奪って、私に成り変わろうとしました。いや、見たけど、そこまでさ、察しはできんわ、普通。そこまで察しできたら、俺、名探偵になってるわ。徳島の名探偵、刹那圭介で通るからな。多分、工藤新一やもう、服部平次並みに、探偵として、流してるとるからな、今頃。
そしてシキコさんと呼ばれる都市伝説となり、人々をここへ引きずり込んでいるのです。その前にあんたが引きずり込まれてるからな。シキコさんってどうしたらここから出られるの？この学校から出る方法は私にも分かりません。まあお前は壁から出る方法分かってないみたいやけんな。それは分かるわ、見たら。自分のチャイムが鳴ったらシキコさんが現れます。とにかく逃げてください。あなたはどうするの？私は闇の木造校舎に飲み込まれてしまった。もう死んでいるんです。マジで？それと、もう一つ。死んでいるですって片付けられる問題じゃないけどな。あなたより前にこの学校に引きずり込まれた人たちがいます。どうか気をつけて。もうそいつらは手遅れて言ってるようなもんかいな。助ける方法なしかい。彼らはもう人間ではないから。何か質問があれば聞いてください。質問？彼氏おるとか聞いてる暇はないんですね。わかりました。じゃあちゃんと質問していきます。第1問、あなたは誰？聞いたなこれ。あ、自爆霊なん？学校に縛られて自爆霊になった感じ。自爆霊って悪霊とは怨霊とは違うの？私がそんな風に見えますか？見える。大丈夫、私はあなたの味方です。信じられない。だって怖いんだもん。第2問。第2問、平田隆って誰？彼氏？平田君は私が行方不明になった後、この学校に引きずり込まれたようです。私を探ってくれたみたいだけど、今はどうなってるか分かりません。二人ともこの学校内で会えなかったの？そうです。この学校は何者かの意思によって空間が読み込められています。ああ、そういうパターンか。前作でもなんか誰かの意思で世界が作られたみたいな感じのやつだったもんな。最後まで会うことはできませんでした。そんな、かわいそう。その前に壁に埋め込まれとることがかわいそうやけどな、俺は。第3問、あの悪霊は何？これ一番気になるかもしれんな。あれはシキコさんという都市伝説の、あ、ごめん、それ、ヨータは。ヨータな、そういや。元になったのは失踪事件か。もともとはどこからやってきたのかわかりません。シキコさんって聞いたことあるよ。あの、サイト、闇サイトで買い取ったやつかな。現代の学校でも噂になってた。都市伝説となった悪霊は人々の記憶がその存在を固定させます。みんなが覚えている限りシキコさんがいなくなることはありません。記憶が固定される？固定させる？難しかったでしょうか。すいません。そうだよ、もう受験生でな、勉強のことで頭いっぱいないよ。もうちょいわかりやすく、原稿用紙1行ぐらいでまとめてくれ。第4問、この学校は何？ここは昭和44年に取り壊される前の青樹街中学校です。ただ中の空間が大きく歪められていて、もろの中学校とは構造が変えられているようです。どうしてこの学校がまだあるの？本当のところはまだわかりません。あの怨霊がなくなったはずの学校を呼び覚ましたのかもしれませんね。ほう。第5問、ラストクエスチョン。どうしたらここから出られるの？わかりません。すみません。そんなもしかしたら知っとるかもしれんけんな。これ今のうちにさ、もう動けんうちにさ、ガンガン殴っといてさ、吐かせた方がいいかもしれんな。まあ俺そんな非人道的な人間じゃないけんな。よし、一旦、私はこの教室から出て戻ってきちゃったんだよね。
途中に分かれ道なんてなかった。私どこへ行けばいいんだろう。本当よな。村岡式子にヒントを聞く。ヒント聞けるんかい。じゃあヒント最初から教えてプレッツ。ヒントヒント、どこへ行けばいいか分からなくなったんですか。なんで分かった、すごいな。テレパシーでも使えるのかい君は。この学校は何か何者かの意思で空間が歪められています。この教室の机から西側にある壁を調べてみてください。その先は次の教室につながっているはずです。マジで、机から西側にある壁、西の方向、つまり西、こっち、これか。なんか丸ついてる、なんか丸ついてるけど、よっしゃー。でもさ、今回はちょっと時間が時間なんで一旦出てー、セーブしたい、セーブしたいよー。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け探索の途中で出てくる偽の色子さんが怖いし、本物の色子さんも壁に埋め込まれとって怖い。けど一番俺が怖いのは主人公のサチちゃん。あんな怖い思う人って産地が全然減ってない。ひっ!って驚いた瞬間あったけど、それ多分演技。